今回紹介するのは、英語耳、改訂、新 CD 版、発音ができるとリスニングができる、という本です。現在、トイック800点台に突入したものです。5年くらい前に英語の学習を開始した際、海外経験ゼロ、それでもトイック900点という本で、まずは発音を練習して、 音の聞き取り能力を向上することが大切というような説明で、この本が紹介されていたので、確かにそれはそうかもと思い購入することにしました。発音練習は100回以上、歌はトップオブザワールドを300回以上練習しました。発音練習はしんどいという方もいますが、 練習回数が増えるにつれて自分の発音がどんどん流暢になるのが嬉しかったので僕は全然苦になりませんでしたこの「自分が上達している」という実感は英語学習の継続において非常に重要です音読やシャドウイングなどはなかなか効果が現れないですが発音練習は短い時間で効果が得られるので そういった意味でも最初にトレーニングすることをおすすめします。学習開始初期は一番挫折しやすい時期だと思いますが僕はその初期にこの本で発音を練習して自信がついたので今まで学習を継続できたと思ってます。ですので著者の松沢さんにはとても感謝してます。以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。